い、みなさんこんなな、NNMI です。今回はガッキマンさんが作られた爽快心というゲームをやっていきますと。音出ないな。セーブについて、セーブはエリア移動、アイテム入手、フラグを立てたタイミングで自動で行われます。一度選択したスロットを途中で変更することはできません。いいんだよね、スロット行きで。まもなくが完了します。わーを始めてください。ここは？私なんでこんなところに。何この腕は。外れない。誰かいませんか？基本操作について、タップで移動し、ドラッグでカーソルは移動します。チャラ移動後にカーソルを移動させると、チャラは移動を継続できます。タップポイントをタップするとイベントが開始します。カーソルをタップポイントに重なるとカーソルの形状。一番最初に気づいたこと、いや、この注射器だよね、やっぱの前に音がしないんだよな。空の注射器。しばらく使われてないよ。枕を調べろ。棚、水道は使われてない。クモの巣は関係ない。電気もないね。下とかも調べられない。ドアノブがびくともしない。こっちの扉か。じゃあ開いた。待ってね、本当にね、こっち側だと音とか全然聞こえてないので、もしかしたら自分の声通ってない可能性もある。シンプルに、まずこれ調べられないね。マグネットも取れない。段ボールも調べられないと。エリア移動もできないから、こっち行かないといけないわけね。保健室みたいなところに来たね。体重計調べられない。棚も調べられない。受付の鍵が手に入りました。そうだ、目が覚めるときに放送で誰か何か言ってた気がする。そこに行けば誰かいるかも。鍵や自動で使用するアイテムの一部はアイテム欄に収納されません。収納アイテムを使用するにはアイテム欄をタップし、選択状態に使用したい箇所をタップすると指定使用できます。全てのアイテムはポーズ画面で確認できます。ポーズ画面これか。あ、なるほど、了解。ベッド、カーテンは触れない。うわ、虫来た。唾液診察室がここだから、ぐるって回んないと中に入れないもんね。走ったよ。ドアノブはびくともしない。電源が入ってないからエレベーターは動かないと。非常口は固く閉ざされてる。非常口の意味がないな、これ。
ダブルタップで走るわけね。転ばないでね。っていうか手は動かせんのかな。黄色い扉は動かない。上に行くか前に進むか。まずはこのフロアを探そう。了解。救急搬入口は固く閉ざされている。電源が入っていない。両方とも電話線が切断されている。助けも呼べないわけね。フロアマップ、唾液診察室とか。ここから横に来たわけだから、今が現在地、ここ受付その隣だね。じゃあ受付最後に見ようか。見れるところ見てからの方がいい。正面入り口から出るのは無理そうだ。調べもしてくれない。こっちは男子トイレみたい。今はしたくない。いや、調べてほしいんだけど何かない。用具入れなんだから調べてもいいって言ってる。モノスには反応しないと。ドアノブはびっともしない。うわ、ここは入れるんだ。レントゲンを撮影する機械のようだ。ここ入れる。うわ、なんか起きてきたぞ。調べれないし。現像するための液のようだ。じゃあ取れるの？起きたやつを。ダメージ受けたような感じだった。レントゲンに紛って吊るされたポートレート写真が異質な雰囲気を醸し出して、レントゲンが写真が吊るされて幻影する機械がいずれ必要になりそうだね。異常物が片付け想像されて、なんか粒子をした。あ、自動で動いてる。誰もいない。あ、奥には部屋があるみたい。コードが切れている。ガッキマンさんがいる街中に忍者。新聞の切り抜きが貼ってある。委員長、医療事故に見せかけ複数件に及ぶ疑い。すみません、写真撮りました。なんかノイズ走ったぞ。放送機械は埃をかぶっている。ここから放送したんじゃないってこと？調べれない。棚は調べれないね。了解。あ、自動で動いてる。ここにもいない。睡眠薬のよう。持っていかないね。起きてくるんでしょ、どうせ。起きても来なかった。取れもしない。
に調べれるものがないんだよな。一旦終わろう。あ、何？鳥？敵が接近されすぎた際にびっくりが表示されたらすかさずタップで攻撃を回避しましょう。ただし一時回避すると冷静さが下がり次の回避難易度は上がってしまいます。冷静さは顔アイコンの色で確認でき一定時間で一段ずつ回復します。回避ポイントについて、特定の敵は主人公を追跡し続けるので回避ポイントに隠れる必要があります。回避ポイントも冷静さによって成功率が変化し、中にはブービートラップもあるので注意が必要です。追跡状態中は回避に関するものしかタップできず、ストーリーも進行できないのに回避に専念しましょう。できるだけ接近されずに、冷静さを保ったまま逃げる場所を見つける。ただ、ダミーがあるから気をつけてねってことね。了解。黄色くなっちゃった。ごめんなさい。緊張感が全然湧かない。どんな状態になってんのこれ。鳥野郎通り過ぎていったな。止まんないで。引き返したか、引き返したか。やばい、ガチャとかそういう音が聞こえんのかもしんないけど、あ、勝手にやってくれた。あれは明らかに普通じゃなかった。この病院は一体？チャプタークリア。ああ、ちょうどよかった。まあ、とりあえず今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。